人類は挑戦を続けている。常に新しい世界を開拓し、ついには宇宙へと到達した。しかしまだ未開拓の空域がある。成層圏だ。2017年ソフトバンクはハップスモバイルを設立し、成層圏に乗り出した。何のために？インターネットのためだ。携帯電話の普及に伴い、私たちはいつでもどこでもインターネットを使うことができる。しかしまだ世界の半分の人はインターネットを使うことができない。そこでハップスモバイルが挑戦するのが、成層圏通信プラットフォームハップスだ。ハップスとは、無人機体に携帯電話の基地局を積み、成層圏をソーラーエネルギーで飛行させる空飛ぶ通信基地局だ。この機体が高度20キロの上空から電波を発信することで、直径200キロの通信エリアを形成する。これは通常の鉄塔基地局およそ400局分と同等の広さだ。ハップスの最大の特徴は、既存の携帯端末をそのまま利用できること。スマホに始まり、安価な IoT 向けのチップセットまで現状のものが利用できる。専用機器が必要な衛星通信とは違い、 5G や LTE などのエコシステムがそのまま使えるのだ。今の通信インフラでは、人がいないところにインターネットは存在しない。でもそこでは IoT 機器や観察用センサーがインターネットを待っている。考えてみてほしい。災害に強く広域なエリアカバレッジが可能なハップスが上空に飛んでいる未来を。インターネットは水、ガス、電気に続く基幹インフラだ。誰もが平等に手に入れられる技術に仕上げるミッションがそこにはある。モバイル通信の未来を開拓し、世界中へインターネットを届けるため、ハップスモバイルは挑戦し続ける。